この作品は「ラブ・セックス・デス・マニー・ライフ」っていう作品なんですけども、その5つの言葉っていうのはプロパガンダでよく使われる言葉だと我々は選んで、その5つの言葉っていうのは何て言うのかな、こう人間にとってすごく本質的な物事を表している言葉のようなんですけども、その時その時代でどんどん意味することが変わってきているということをイメージできるような作品が作れないかと。で、発表されたのは1994年東京で、人間の条件展という展覧会で発表されました。その後、SN という我々がダムタイプが作っていたパフォーマンスで、この映像は使われ、セクシャリティであるとか、人間のなんていうのかな、根本的な条件に関してこう様々なボーダーに対するパフォーマンスを作った中でこの映像も使われたという経緯があります。